皆さん、こんにちはです。今、一部の界隈を中心に話題になっているこちらのキャラクターたち、ご存知でしょうか？こちら、静岡県御前崎市に位置する航空自衛隊御前崎駐屯基地の公式 SNS 運用にあたって、基地の部隊内で募集されたオリジナルキャラクターたちです。なんでも、部隊を活性化、捜索に興味のある隊員の発掘が目的にあるようですが、何か別のものが活性化されそうな、おかしな性癖が発掘されそうなキャラクターが爆誕しました。その問題のキャラクターがこちら、おまねこ、そしてハムチュンチュン。ということで今回は、自衛隊内にガチケモナーがいる可能性を示唆するこの2体のキャラクターを順番にご紹介していきたいと思います。おまねこ。どことなく某ゲームのマスカレードニャンコに似たこの猫獣人。ちょっと気が強そうな垂れ目、オッドアイ、耳モフ、関節周りの添えモフ、毛もセーフ、細めの線画に淡い着色、そして毛もど4というケモナーに一番刺さりやすいであろうちょうどいいデザインレベル。駐屯地にガチケモナーがいる可能性を感じざるを得ません。モチーフは御前崎市観光名所の猫塚。一応猫塚についてご紹介しておきます。昔御前崎に返上院というお寺があったそうで、そこに住む住職がナンパした船の木片と一緒に流れ着いた子猫を助けたことが物語の始まりです。それから10年が経ち、立派に成長した猫。ある日、一人の旅人が宿を求めお寺を訪ね、住職は快くその旅人を迎え入れました。そして3日目の夜、突然本堂の屋根裏から大きな物音が聞こえて、翌朝恐る恐るその屋根裏を覗くと、そこには旅人の衣服をまとった大ネズミの死体が、そしてそのそばには寺の飼い猫が重傷を負って倒れていました。旅人の正体は住職を食い殺そうと人に化けていた大ネズミだったのです。その企みに気づいていた猫は、かつて自分の命を救ってくれた恩を果たそうと命を落として住職を守ってくれました。その勇敢な猫への弔いのために建てられたのがこの猫塚です。また大ネズミの死体は海に捨てられることになったんですが、後日住職の夢に現れ、海上の安全と大漁を約束しました。改心した大ネズミのために建てられたのがネズミ塚です。おまねこはさっきご紹介した猫塚の伝承で祀られた猫とのことで、第ニャーニャー形態所属の隊員で、レーダードームで遊びたくて駐屯地に所属しているようです。空色の毛並み、大きな目と耳でどんな獲物も逃がさない。身体能力が高く、大体のことは何でもできる。海に流された過去があり、海が苦手。駐屯地内にネズミがいないのはこの子のおかげだそうです。そしてオスである。胸の膨らみ、幅広の骨盤、体型が完全にメスケモなんですけど、あくまでオスである。身長は176センチと、日本人男性の平均身長 171.8 センチに対して少し大きめ。過去に一度ホームページの記載ミスで171センチになっていたそうですが、身長に関しては相当なこだわりがあるようで、後日しっかり訂正されていました。この私もめでたく身長で負けたわけですが、発案者の考えはわかりますよ。自分より少し大きめのケモにハグされたいんですよね。解釈一致ありがとうございます。初期のキャラシートには身長176センチまたは40メートルとあって、作者の性癖の歪みっぷりがこれでもかというくらいに詰め込まれています。こういう巨大化プラスケモナーっていう、まあまあ珍しいね、こじらせっぷりが変に共感を持てます。ハムチュンチュン。先ほどの猫塚の伝承で、後日談的にネズミ塚も建てられたとお話をしましたが、この子はまさにあの住職を食い殺そうとした大ネズミがモチーフになっています。
先ほどのおまねこと絵のタッチが似ているんで、確実に同じ方がデザインしたのでしょう。猫獣人に比べネズミ獣人は短毛なので、まともに描くとちょっとエロさが際立ってしまいがちなんですよね。ただこの方はこの辺もしっかり配慮していて、非常にナチュラルな毛モセーフを表現しています。このデザイン力はかなりのガチ絵師です。これはおまねこでも言えることですが、この子もなぜか頬をあからめています。中継団急阻隊所属で、正義感が強く駐屯基地を守っている。あまり運動が得意ではないので、小柄な体格を生かした情報活動が得意なようです。公式資料で身長が公表されていないので分かりませんが、個人的には150センチ前後がいいです。そしてこれでもかというほどのオスである。なぜこうもオスであることを強調したいのか。このヘアスタイルでオスってもう狙ってますよね。さっきのおまねこといい、この作者は一見メスケモっぽいオス、いわゆる男の子をストライクゾーンに持つかなりの重症者でしょうね。仲良くなれそうです。伝承にもあったように過去に猫に殺されているので、猫が苦手という設定もあります。何とは言いませんが、はかどります。もうここまで設定が出揃っていると、いつかのケモケットで同人誌進出を視野に入れているとしか思えません。おまちゅんが王道ですかね。またキャラクターたちの二次創作に対するガイドラインも公開されているので、ぜひチェックしてください。おまねこだけがなぜか新規絵が使われているあたり、公式もかなり本気です。そして最後に興味深いものを一つ。3月10日にツイートされたこちらの画像、見てみると舞台内で募集されたイメージキャラクターたちのキャラシートで、初期設定なんかも書かれています。ただおまねことハムチュンの設定の分量が明らかにおかしいんですよね。力の入れ具合がこの2匹だけガチすぎます。なんとかしてこの作者さんに連絡を取って、一ケモナーとしてゆっくりお話がしたいもんですね。まさかの自衛隊から獣供給があった歴史的瞬間に立ち会えて、恐悦の至りです。日本が世界有数の獣大国となる日も近そうですね。ということで今回の動画は以上になります。楽しんでいただけたら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。ご感想等ありましたらコメント欄にどうぞ。またディスコードサーバーエクウマ小屋の入居者も募集中ですので、概要欄の URL からお気軽にご参加ください。それではまた別の動画でお会いしましょう。おつうまでした。